何度も書いているのだろう。そして昨日の夜だ。何度見ても植木鉢に入ってる土だ。一緒に持ってるのはキャットフードの包みかな。そしてクローゼットの中へ入っていく。みんな帽子をかぶっている。登校の規則なのか。何か胸騒ぎがする。屋根裏か。なんだこの奇妙な形のものは。暗くてよく見えないな。あったぞ、あの袋だ。植物じゃないぞ。目玉があってこっちを見ているぞ。まさかあのキャットフード、この生き物用の。あら、あなた、どうしたの？忘れ物？忘れ物って言ってきますの。チュー。いや、なんだ。じゃあ何取ってきましょうか。いい、自分で取りに行く。なんで戻ってきたんだ。まずい。見えなくてパンパンに張ってる何かが、空気の塊のようなものが僕の腕と首を貼り付けにしているぞ。上がってくる。まずい。うわあ！屋根裏部屋だ。やはりあの小僧。窓を閉めようとしたら攻撃してきた。こいつ太陽の光で動くのか。そうだ、これが空気の塊なら。やった、やっぱり太陽の光だ。トレイキャットのやつ、棚のキャットフードを空気操作で持ってこようとしてぶちまけたのか。光を当てなければおとなしくしてると思ったが、ここはかすかに光が入っているのか。しかしハヤトがここに来ているのではと思ったが、思い過ごしでよかったというところか。もしあの小僧が私のことに気づいたのなら、殺さなくてはならないところだった。パパの顔をしているけど、パパじゃない。あいつは誰なんだ。あいつは